はい、バット好きな俺の喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、ホープですね。ホープの、新しい味。ね。赤色の、サワーレッドの8ミリと、ドライゴールドの12ミリでございます。まあ、とりあえず、ね。まあ、いいか、両方でいいか、めんどくせえ。両方ね、して、ちょっと違いをね、確かめていこうかなと、思います。太く短い。だから濃くてうまい。とね、ここに書いてありますね。で、裏側も、ここに書いてありますね。あとは何も書いてない。ここに、太巻きショートサイズが生み出すしっかりとした吸い応えに、一味加えた期間限定商品。これがホープの持つ凝縮されたうまさ。だそうです。ね。昨日ですね、例の、ね、浮気相手とですね、ちょっと、ね、まあ、デート行きですね。行きましてですね。まあ、これとこれは買ってもらったんですけど。まあ、その他、いろいろね、ゲームをね、7000円分ぐらいね、中古のやつ、ゲームソフト買ってもらいまして。まあ、あと、飯もおごってもらい。で、カラオケ行って、カラオケ代もおごってもらいましたね。それでは、吸っていきたいと思います。なんか なんだろう。ストロベリー。ホープ。サワーレット。なんかあれですかね。いちごかな。ほのかに酸味、甘みのあるまろやかな味わいの特徴のサワーレッド。で、キレのあるすっきりとした味わいが特徴のホープのドライゴールド。サワーレッド。酸味と甘みを少し加えることで、よりまろやかな味わいをお楽しみいただけますって書いてありますね。なんか変な甘さがあるな。いや、別に甘いっていうわけじゃないんですけど、なんか香りがほのかに甘いような気はするんですよね。でも実際よくわかりません。なんだろう。あんまり。微妙。あんまり美味しくないですね。正直。まあ、値段が220円だったっけ？あれ、ホープって、あれ値上げしたんだっけ？ 230 円になったのかな？そうでしたっけね。あ、230円ですね。まあ、こっちは8ミリのタバコ。ニコチンが0.7ですね。微妙。香りが、普通のホップとかに比べると、なんか、着色、香料みたいな感じは若干しますけど、まあ若干、まあ、するかな。ちょっとあんまり好きじゃないですね。やっぱ普通のホープの方がうまいな。
まあね。230円ってことは、実質20本入ってたとしたら460円ですからね。高いっすね。高くなったな。ホープでもあれか。もうガラムが440円ですからね。このガラムね。俺が大好きなガラムメンソール。これが440円ですから。それよか上か。まあ、ガラムはね、16本しか入ってないんですけど。まあね、水濠体的には最強レベルなんで、好きなんですが。うん。でね、リスナーさんにね、教わったんですが、ジョーカーがね、再販されるということで、ジョーカーカオス、え?ジョーカーカオスっていう、ね。あの伝説のジョーカーがリトルシガーで復活って書いてあるんですけど、値段が500円。スリム、リトルシガー。まあ、リトルシガーって、あれなのか。なんか細めですね。1978年から2001年まで販売されていた 120mm のスリムサイズシガレットだったと。それが、うん。500円で、まあ、ジョーカーカオスの名前が変わって、形も変わって、って感じでしょうかね。再販すんなら、さあ、最初から、さあ、やめんなよ。これいつまでなの?で、また発売して何?あれなの?あー?なんで再販して、さ、期間限定発売とかじゃなくて、普通に発売予定が6月25日書いてあるんで、それ以降ずっと販売する予定なんですかね。じゃあ最初からさ、やめんなよ。終売すんなよ。アホ。バカじゃねえの。てか、だいたい再販すんだったら、まんまで再販してくれよ。ジョーカーの見た目まんまで再販してくれよな。そっちの方が俺としてはありがたいわ。はい、ということで、ゴールド吸っていきたいと思います。ジョーカーは吸ったことないですからね。今更再販されたやつ吸ってもね、昔の多分ジョーカーとだいぶ味変わってると思うんでね。うん。てか、ドライゴールドって12ミリってことは、ホープの普通のやつと変わんないってことですかね。ジョーカーはメープルチョコレートの甘く吸いやすい味らしいです。ってことは、あれか、アークロイヤルみたいなチョコレート系?それともリトルシガーだから、俺が好きなあれかな。キーススリムみたいな感じですかね。あれもちょっとメープルっぽいよね。うん。ドライゴールド。普通のホープとはあんま変わんない気もしなくもないけど。何が違うんだろう。あ、普通のホープ 14mm ですね。あ、そんな高かったんだ。ってことはちょっと抑え気味の。ホープ、久々に吸ってないからな、最近。吸ってないんで、どういう、味か、わかんないですけど、まあ、少なくとも、レッドよりかなり、マシな味ですね。うん。
変な香りもしないし、多分しないと思いますね。うん。そういえば、葉巻っていうか、リトルシガーは値上げしてないみたいですね。うん。キーススリム380円だもん。あ、安いわ。今度からキーススリムに変えようかな。しても380円か。やっぱ安定のゴールデンバットか。ド安定のゴールデンバットですかね。10円値上げしましたけどね、ゴールデンバットもね。普通じゃね？うん。まあ、何なんでしょうかね、これね、ゴールドはね。何が違うのか全然わかんない。何が違うんだろう。新発売タバコ書いてない。ホープはやっぱ普通のホープの方もいいんじゃねえな。何ですかね、何が違ったのかが。あ、レビューしてる人がいますね。オリジナルのに比べて蜂蜜のような甘みはあまり感じられませんでしたが、と書いてあります。こういうのをパパッとかけるのはすごいですね。うん。ホープとの違いをもう一発で当てるっていうか、なんていうかな。うん。しつこく口の中に残るわけでなく、すっきりとした後味が特徴ですねって書いてあるね。はあ。そうか。そうでしょうか。僕には全くわかりません。まあ、結構、苦味が強いような、気はしますけどね。多分気のせいだと思います。おそらく。うん。多分気のせい。うん。ほとんど、ホープと、でもホープの方、普通のホープの方絶対うまいだろうなっていう感じはするんだよね。うん。特にレッドはうまくないな。これは。レッド二つ星だな。ゴールド三つ星って感じかな。多分。そんなもんだろう。四つ目の方で、レビューしてる人がいるんで、ビジネスにはメッセージが、ちょっと見てみましょう。メッセージには受け取り側のユーザーが必要です。では、どうも。
なんか強風の中、強風の中、知ってる人がいますけど、俺、これ、強風の中吸いたくないんだよな、あんまりな。外で、いや、強風吹いてなかったらいいんだけど、別にね。風吹いてなかったらいいんだけど、風吹いてってさ、なんかさ、燃焼速度もあれだしさ、速くなっちゃうしさ。で、こう、ブワーって、こう吸うときに、向かい風だったりすると、大変なことになるでしょ。だから嫌なんです。まあ、外で吸うのはいいんですけどね。ただね。まあ。あまり肩身のいい、肩身の狭い思いするだけですからね。まあでも、公園とかで吸うのはなかなか、うん。俺は好きですけどね。まあ昔ですね、このガラム、ね、あえて、あそこで吸ったことがあるんですよ。マクドナルド。マクドナルドのね、喫煙コーナーで。でね、吸い始めてね、なんか、近くのね、おっさんがね、なんか、すっごいこっちを見てくるんですよね。うん。まあ別に何も言われませんでしたけど。まああと、手巻きタバコとか俺やったことないですけど、まあやったっていうか、外ではね、そういう喫煙所とかで巻いたことはないですけど、巻くとやばいらしいですね、あれ。なんか麻薬作ってんじゃないかっていうか、麻薬吸ってんじゃないかって思われるらしいです。うん、気をつけた方がいいです。人が見てるところで、ね、巻き紙取り出して、ね、巻き始めると多分、まああんまいないと思いますけどね。まあごく稀にいる可能性がありますけども。うん、まあ、手巻きタバコはね、うん、まあ今のご時世いいでしょう。値段安いし。ね。ただ、巻くのがめんどくさいんで、俺はあんまり吸わないっすね。めんどくさいから。うん。一応手巻きもあるんですけどね。まだ大量にあるんですけど、ね。あんまり、吸ってないんで、全然。うん。手巻きだと俺が一番好きなのは、あれだな。なんだっけ。手巻きだとね、何があったかな。あ、最近いろいろ、あれですね、出てますね。あ、カプチーノ吸ってみたいっすね。カプチーノね。俺が一番好きなのは、バニラ系のやつですね。ホルツバニラも吸ってみたいんですけどね。唯一吸ったのが、バニラ系のドミンゴバニラ。なんですけど、ドミンゴバニラ美味しかったですね。ドミンゴバニラうまかった。ね。バニラ系の手巻きがすごい好きで。
好きなんですけど。まあ、手巻きは俺あんまり一日タバコ2、3本ぐらいしか吸わないんで、全然減ってかないんですよね。手巻きはね。かといって全部、まあね、全部ちょこちょこ吸いたいんですけどね。うん。ほんと少量でいいから、ね、100円ぐらいで売ってもらいたいぐらいなんですけどね。2、3本ぐらいの、負けるぐらいのグラム量で、5グラムぐらいでいいから、100円とかで売ってくんねえかな。5グラム100円だってちょっと高いか。いや、安いか。5グラムでいいから200円ぐらいでさ、販売してくんねえかな。全種類。まあ、ぶっちゃけ、一回に巻く量って、0.5 グラムぐらいですかね、普通。俺ちょっとわかんないですけど。ねえ。あれ、どんぐらい持つんだっけな。多分 0.5 グラムぐらいは持つはずなんで。3グラムぐらいでいいわ。うん。3グラムぐらいでいいから全種類さ、お試し用みたいなので。100円とかで売ってくれりゃすげえ助かるんですけどね。3グラムぐらいでいいから。結局、買ってさ、まずかったりすると、めっちゃ残るでしょ。それが嫌なんですよね。しかも1個、まあ、ね、安いやつでもね、結構しますからね。900円とかしますからね。するやつは。するやつはもうめっちゃしますよ。1000いくらとかしますから。1000円超えたりしますからね。カプチーノ 40g で950円。高っ。あ、でもこれ吸ってみたいな。950円の価値はあるかもしれないな。まあ、それに加えて、ね、なかなか売ってるところがないからね。手巻き、シャグはね。うん。まあだからどうしても。まああと量吸う人は、1日1箱とか吸う人はね、逆にね、手巻きだとめんどくさくてね、多分吸えないと思います。あ、あとゴールデンバージニアも吸ってみたいですね、これね。もうなんだかんだで結構吸ってみたいのあるな、手巻きな。ゴールデンバージニア2種類あって、50グラムのと25グラムのがあって、ね、こういうのはありがたいんですよね。25グラムぐらいで、620円ですから、ああ、安いな、っていう感じはするんですけどね。そんぐらいの量で、ね、売ってくれるとね、非常に助かるんですよね。ちょっと腰つべでね、手巻きやってる人いるのかどうかもわかんないんですけど、俺は見たことない、腰つべの動画とかニコニコの動画で手巻き作ってる人間いるか。俺以外多分いないと思うぞ。うん。まあ、ニコニコ動画では、いるのかな。まあ、俺、腰つべの方には、あげてないですけどね。手巻きはね。最近全然、普通の、紙巻きばっかりあげてたんで。昔、そのニコニコの方には、手巻きは巻いて
す動画を上げていましたけど。まあ、手巻きはマイナーだからな。うん。言うてもマイナーです。まあ、俺の近くのタバコ屋には手巻きも売ってるんで、手巻き、はまき、紙巻き、鍵タバコも売ってますね。結構貴重なタバコ屋です。あれは。そこまで売ってるのはなかなか貴重ですね。非常に。まあでもどんどん、ね、今のうちにね、吸っとかないとね、多分、すぐ多分、もう来年にはね、その店が残ってるかどうかもね、怪しいですからね。今のご時世、タバコのね、売れ行きもどんどん落ちてるだろうし。もう、紙巻きが上がった以上、値段が上がった以上も、逆にこの手巻きの方が、ね、人気が出てくれるとね、逆に俺としては嬉しいんですが。うん。あ、マニ島のオーガニックシャグ廃盤予定だって。あら、マニ島も、吸ってみたかったけど、ちょっと高いっていうほどの高くもないのか。750円。うん。ね、ほんとすごいんだと、1万円しますからね。まあ、グラム的に量が多いから。450g とか、1万円とか書いてある。PL88 っていうやつですけどね。すごいな。1万円もするわ。まあ、でも 0.5g で 1本ぐらいは、負けますからね。そう考えればまあ、だいぶ。40グラムぐらいでも80本は負けると。考えれば安い。本当に 0.5 グラムで1本負けるかどうかもよく俺もわかんないですけどね。どうなんだろうな。ちょっとググってみようか。手巻きタバコ。グラムでググりましょうか。40g で何本負けるかっていう記事があります。あ、やっぱ大体80本ぐらい。まあやっぱ 0.5g ぐらいですかね、やっぱね。多いと100本以上作ってる人も140本とか書いてありますね。140本作ってるっていうブログがありますけど。通常の手巻きタバコは 0.4g から 0.6g ぐらいとされていますと。ちなみに紙巻きタバコは約 1g です。うん。なるほど。まあ、やっぱ 0.5g ぐらいが妥当ってことで考えれば、そうですね。うん。40g あれば80本負けるわけですから。なかなかいいんじゃない？うん。手巻きもね。手巻き久々に買おうかな。手巻き。つってもまだ消費してないのが。ね。かなりありますから。どこだっけ？この、ずっと昔に買ったね。このドミンゴ。この缶のやつ。バニラ。820円。これ40グラムかな？と、バージニア。ね。セットのやつね。あと、この中にね、ローリング。ローラーと、これ俺わざわざ買ったんだよな、このローラーな。1000円ぐらいだったかで。
で、まあ、フィルターと、ペーパーと。もう、大量にあるわ、まだ。まだ、かなり量あるわ。多分、4分の3ぐらい残ってる。おそらく。3分の2ぐらい残ってるか。きついな。これ、あれだな。いつか消費しないとだな。このカプチーノ買ってこようかな。カプチーノね、カプチーノ。あ、吸ってみたいんだよね。ということで、本題に戻ると、ホープのゴールドは、三つ星だな。ホープのレッドは、二つ星だろ。ということで、ご視聴ありがとうございました。